はい、道山です。子供がゲーム依存、注意してもやめない、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回は子供を注意する判断基準という話をしたいと思います。はい、子供がですね、結構愛情不足とかね、あと親子関係が悪くなると注意しても全くね効果がないとか、あとむしろ注意すればするほど子供との関係がどんどん悪くなるっていうような状態に陥ります。そうすると親としては注意したくてもできない、でもほっといたら子供はどんどんひどくなっていくっていう、すごくね悪循環になってしまうんですよね。そこでこういった時にどのように改善していけばいいのかとか、どのタイミングだったら注意していいのかとか、今日はこういった注意すべき判断の仕方、これについてお話ししたいと思います。子供なのでね、そのままほっといて良くなるってことはありません。なのでしっかりね、今日のお話を参考に、お子さんのダメなところはダメとしっかり注意する、あとは注意しないタイミングは一旦我慢する、この辺を上手にね使い分けていくことが、お子さんのね能力アップとか、お子さんの将来をね明るくしていく上でね、きっと大切になってくると思います。はい、ではまずはいただいた相談内容から読んでいきたいと思います。うちの子は愛情不足です。そのため今の時点では何も注意することができません。すると言われないことをいいことに、勉強もせず、部活のない週末は1日10時間平気でゲーム付けです。テスト前はさすがに、一緒に勉強したのですが、成績は前より下がってしまいました。これでもまだ干渉せず言わないくて大丈夫なのでしょうか。こんなようなね相談をいただきました。本当にね、お母さんとしてはね、今注意すべきかどうか、すごく悩まれていると思うので、今日の内容を参考に、お子さんに向き合っていただければと思います。はい、ではまず最初に注意できるかどうかで決めようっていう話をしたいと思います。まずそもそも注意すべきかどうかの判断基準なんですが、もう簡単に言うと注意できるかどうかってことです。どういうことか。例えばですよ、お父さんお母さんが何かね、注意する、まだゲームやってんのって注意したら、子供が暴れるとします。で、暴れて家の中をぐっちゃぐちゃに壊してですね、それを親が止めようとしたら親もなんか怪我をしてしまうみたいな、こんな状態だったらそもそも注意したくてもできないですよね。で、この時に何としても子供を変えないとって思って注意したところで、結局子供は、言うこと聞かないので、どちらか怪我してね、これの繰り返しになっていって、まあ、親としてはどんどんきつい状態になってしまいます。なのでこういう状態の時には無理に注意する必要はありません。まあ、もちろんね、子供の命に関わることとか、なんかもう法律に触れててこのままだと捕まってしまうこととか、こんなような親として絶対に注意しないといけないことは確かにあります。ただ、ゲームを1日10時間やったぐらいで別に命にね、問題があるとか、そんなレベルではないですよね。だったら僕だったら、今の時点は一旦注意するのをやめて、まずは注意できる関係を作っていく。僕だったらこっちに意識を向けます。もちろん人によってはね、結構注意した方がいいって先生もいらっしゃいますので、この考えが全て正しいとは言いませんが、今までのね、サポートしてきた経験上、やっぱりね、お父さんお母さんの負担がそこまでかかりすぎないってことも大事なんですよね。なので僕だったらこの場合は一旦親子関係を良くしてからやっていくって方法をいつもアドバイスしております。はい、次に小さなことから干渉しようっていう話をねしていきます。はい、でですね、今言ったようにね、一旦ひどくなってしまうと、まずは親子関係作りからやっていくわけですが、この時にですね、一旦親の言うことを何にも聞かない状態になってしまうと、子供はね、そこから親子関係が良くなっていったとしても、結局親の言うことあんま聞かなくなってしまうんですよね。じゃあ、ここからどうやってやっていくのかっていう流れを今日はね、しっかりお話ししたいと思います。まずは、先ほど言ったように親子関係を良好にしていきます。この方法についてはね、私が無料で配信している思春期の子育て講座、この動画の右上からチェックできます。こちらで詳しく解説しているので、こちらと合わせながらね、ちょっと聞いていってください。で、ここに紹介している方法で親子関係を良好にしつつ、ちょっとずつ良くなってきたらですね、小さな干渉を入れていくようにしてください。これどういうことか。例えば、いきなりね、親子関係が良くなってきたからといって、10時間やってるゲームを5時間にしようって言ったら、また子供は反発するんですよね。今の時点ではまだ親の言うこととか親の干渉に、いわゆる拒否反応出しちゃってる状態なので、いきなりそういう話は絶対しないでください。そうではなくて、まずはちょっとした干渉からしていった方がいいと思います。例えば、じゃあね、開いているドア開けっぱなしだとしますよね。この時にちょっとごめんね、ドア開いてるからちょっと閉めてとかでもいいと思いますし、ご飯食べ終わった後、食べ終わった後にごめんね、ちょっと食器さ、こっち持ってきてとか、そんなちょっとした干渉でもいいです。こういったちょっとした親のお願い、ちょっとした依頼にちゃんと聞けるようになってからではないと、もっと大きなゲーム依存を改善させていくって方にはいけないんですよね。なので、まずはそういう小さな干渉をやっていって、これがようやくできるようになってから、初めて、ゲーム時間の方に意識を向けていくっていう流れを取った方が、僕はね、いいかなと思います。はい、次にゲーム依存をなくす方法っていうね、お話をしたいと思います。は
でですね、ここから、まあ、親子関係がある程度良好になって、ちょっとした干渉も聞けるようになってきたら、まあ、最後、まあ、仕上げではないですけど、ゲーム依存をなくしていく方にね、進んでいきたいと思います。ここ何してほしいかっていうと、ゲーム以外の楽しみを見つけさせてあげるってことですね。例えば、じゃあ、現在ね、今回の相談者の方、1日10時間ゲームをやってるとします。これ、もしゲームをやめさせたら、子供は何するか、10時間寝てることって難しいですよね。だから、他に何かやることがないと、ゲーム依存にそもそもやめさせることってできないんです。なので、じゃあどういう楽しみがあるかっていうのをお子さんといろいろ相談しながら、例えば子供がなんか趣味があるんだったらね、土日はじゃあ一緒にその趣味に付き合ってあげてもいいです。なかなかそういった出かけることができないんだったら、なんか代わりになるもの、別に漫画でも小説でもいいかもしれません。ゲーム以外の何か他の楽しみ、これを作って、まずはそっちにシフトするように、練習させてあげてください。で、これがある程度できるようになったら、まあ、最後にそこから勉強につなげていくわけですけど、まあ、これはね、普段僕はこのチャンネルでもお話ししているような、いわゆる動機づけですね。どうしたら子供が勉強に対してやる気を出すのか、この辺の動機づけをいろいろやっていくと、少しずつこういった娯楽から、まあ、娯楽の時間を削って勉強できるようになっていくわけです。で、今回の相談者の方の場合、おそらくこの小さな干渉の部分か、もしくは最後の楽しみを作るっていうところ、もしくはその次の最後のステップであるやる気を出すっていうところ、この3つのどこかがね、多分ね、できてないと思います。一緒に勉強できている時点で、そこまでひどい親子関係ではないので、最初のステップは多分ね、飛ばしちゃってもいいと思います。なので、小さな干渉が足りてないのか、もしくは他の楽しみがないのか、もしくは動機づけしていないのか、どこかだと思うので、この辺自分がね、今できていないところをしっかりチェックして、そこからね、やっていくってことがね、大事になるかなと思います。はい、ということで今回はですね、子供をまあ注意すべきかどうかのね、判断方法についてお話ししました。本当にこのね、子供に向き合っていく上で非常に大事なね、お話だったと思うので、ぜひ今日の内容を参考にしながら、今後お子さんの子育て、活かしていただければと思います。